どうもさんこんにちは。2022担当スーパー速習講座行政法規第1回目の講義を始めてまいります。担当いたしますはレク千人講師の豊川と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、それではですね、速習の講義始めてまいります。で、これからですね、全9回ですね、全9回にわたりまして行政法規のねあの講義を行ってまいります。 どうかね。最後までよろしくお願いいたします。で、まず最初にですね。使用する教材を確認しておきたいと思います。で、まず1点目ですね。こちら。ねこちらご用意くださいね。2022合格基礎テキスト行政法規ですね。で、ね、こちらのテキストに沿って講義を行ってまいります。必ずね。こちらのね。あのテキストご用意ください。よろしですね。で、あと2点目ですけども。 こちら足別ですね足別ね足別矯正法規の上官とあと下官ねこれともに過去問集ですね過去問集です足別矯正法規上官と下官ねでこれは一応ですねこの足別につきましては基本的には読習用の教材になってます皆さんがご自分でねやっていただく教材ではあるんですけどただこの速習講座の中におきましてもですねあの必要に応じて 適宜ですねあの使ったりする場合がありますのでちょっとねご面倒かもしれませんけど一応毎回ですねあの足別も、ね、足別強制法規の方もご用意くださいただ上官下官ね2冊同時にあの、ね、あの持ってくる必要ありませんので揃える必要ありません 例えばね例えばあの震度表ありますよね皆さんのお宅にねあの講義の震度表も送らせていただいてますけど震度表をご覧になってね例えばあ次の講義建築基準法だなっていうんであれば建築基準法は上官にしか足別の上官にしか載ってませんからねですから足別の上官だけご用意いただければそれで OK ということです。したがいまして合格基礎テキストとあと足別の、ね、上官か下官どちらかねこれ必ずね一応ご用意ください。 よろしくお願いします。で、あとですね、この講義のやり方なんですけど、さっきもちょこっとね、申し上げましたけど、よいしょ。基本的にこちらのテキストですね、こちらのテキストに沿ってね、あの、講義を行ってまいります。ね。で、この後もね、巣が入っていきますけども、こんな感じでね、ちょっと大きいしましょうかね。こんな感じでね、あの、皆さんにね、覚えていただきたい重要な知識につきまして、私の方でね、ご覧のように、 これ一応ねピンクのマーカーでねこうやってねあのお示ししてますけど皆さんの方におかれましてはねこの講義ですね講義の中で必ずですね同じ箇所に印をつけてってくださいね私あのマークしてくださいって言い方しますからね是非ねあの同じあのピンクのマーカーでね印つける必要までないですね別に他の色でも構いませんしまたあのマーカーですねマーカーめんどくさいなっていう方はねアンダーラインでも構いません あの色鉛筆でもねあるいはボールペンでも構いませんとにかくね覚えていただきたいところ、ね、こんな形で皆さんにねお示しをしていきますから必ず印はつけてくださいねいいですねあのくれぐれも、ね、講義を聞きっぱなしってことにならないようにしてください必ず形に残していくってこと、ね、こんな形で皆さんにね覚えていただきたい箇所ですねこうやってお示ししてきますんで,で必ずこのマークする時間もねできるだけ取るようにいたします ただ、この、こう、即終講座につきましてはね、あの、生講義じゃなくて、ね、通信だけですので、ただ皆さんの方で置かれましたよね、あの、適宜 DVD プレイヤーなり、パソコンですね、ここをプチッと止めて、ね、で、バーンと、ちょっと印をつけて、ね、いただけると、さらに、まあ、時間短縮できるかなと思っています。ね。で、一応こんな形でね、皆さんに、ね、マークしてくださいねって申し上げますんで、皆さんにマークしていただいて、で、適宜私がね、あの、説明を加えていくと、そういうスタイルです。ね。だから、とにかくね、 もうこのマークすするっての大事ですからねこれねこれ最終的に皆さんにね全部覚えていただきますからよしですねあとこのマークしてないところにつきましてもね適宜私がいろいろコメントする場合が当然ありますのでまた必要に応じてね皆さんの方でねあの書き込みとかもねしてってくださいで最終的にはこの合格基礎テキストに全部重要な知識を集約するとそういう形を取ってまいりますのでいいですねこれが勉強、ね、やり方として一番合理的なんですよ 情報は一つのツールに集約する、一つの教材に集約する。これが一番合理的ね。試験直前になってもあっちを見たりこっちを見たりとか、こんな風にやったらいつまで経ってもね知識はね頭に定着しません。いいですね。だから教材一つ、この合格基礎テキストに集約するとね、そういう形でやっていきますのでよろしくお願いします。で、あとさっきもね申し上げましたけど、必要に応じてですねこちらの足別ですねこちらの足別もね適宜使ってまいりますので。 でこれね、ちょっと開けていただきたいんですけどもこの足別ですねこれねもう皆さんね中身ご覧になられてるかなと思うんですけども例えばですねえー、っとねどこにしようかなこちらね例えばですねこちら上巻ですねこれね例えばちょっとこれ開けてみてください9これね一応ちょっと伏線取りますね一応例えば93ページちょっと開けてみてくださいね左が92で右が 93ね、これ、都市計画法のね、おしまいの方の問題なんですけども、これ、基本的にはね、この作りですけど、鑑定理論と同じです。鑑定理論と同じ。ね、でも、ある程度皆さんもね、この辺の勝手はね、もうね、ご存知かなと思いますけども、ね、左側に、これ、問題が上がってます。で、この10、ね、これ、出題された年度ですね、平成10年の1問目の、4番目の足だよ。そういうこと。 ね、で行政法規の場合は法律ですので各条文ですねこんな形で60もうちょっとお経がいいかこんな形で61条、ね、61条の問題だよで65条の問題だよってことでね行政法規の場合は法律ですのでご覧のようにね条文ごとに条文ごとにねその関連する知識をこうやってね整理して載っけてますこれが一番勉強のやり方として合理的なんですよ、ね、ご覧のようにね全部これ出題年度が違うでも 同じ条文だから、セットで勉強した方が、合理的でしょね。そういうこと。そういうふうにね、これうまく作ってありますんで。で、あと、各問題の右側をご覧いただきますとね、あの、関係論と同じく、ね、この重要度をね、星のね、これで、星であの示してありますんで、一番重要なのが星3つです。こちらね。で、その月が星2つ。で、一番重要度が低いのが星1つということで、これ関係論と同じです。 で、一応ですね、星3つと、ね、これ一番重要ね、最重要ね。で、あと星2つ。これはぜひ、本試験までにしっかりとね、マスターしてください。星3つと2つはぜひね、しっかり攻略してほしいんですよ。要するですね。で、星1個。これどうすんのこれは基本的には飛ばしてしまって構いません。手つけなくて構いません。かなり細かいです。細かい。ただもし皆さんの中でね、 いや、ちょっと時間的に余裕があるよって方はやっていただいても構いませんけど、でも、やる順序は絶対間違えないでください。まずは、星3つと2つ、ね。この優先順位の高いやつから、まず仕上げる。で、もし時間を見てね、残り、星1個できそうだったらやるって形をとってください。ね。もちろん、そんな余裕ないよって方は、星1個は手をつけなくて構いません。細かいですから。よろしいですね。で、あと、今度右のね、ページ見ていただきますと、左の問題のね、この、 回答と解説が上が上ってますねでこれもねしっかりとお読みになってで特にですね特に例えばねえー、っとねちょっと下行きもちょっともう一回左に戻りますけどもえー、っとこちら290ごめんなさい289番ですねこれんちょっともうちょっと大きくしましょう自分が見えなかったよいしょ289番ねこれ星3つのね最重要の知識なんですけどもちょっとこれねまたね これお,いおいやってきますけど都市計画事業の認可または承認の告示があった後においては当該事業地内において当該んごめんなさい土地の形質の変更または建築物の建築その他の工作物の建設を行おうとするものは都市計画事業の施行の障害となる恐れがなくても都道府県知事等の許可を受けなければならないということでこれ誤りなんですよ。したがってて右見てもらうとバッテン、ね、で大事なのはね この解説を読みになってねこの左の問題文のどの箇所が誤りになのかをしっかりとねあの抽出してくださいえぐり出してくださいね特に誤りの足の前これが非常に大事になってきますですから今ね左の問題文読みましたけどもこのね3行目から4行目ここが誤りなんですよ都市計画事業の施行の障害となる恐れがなくてもねこれ恐れが必要なんですよだから恐れがなければ 知知事等ののの許可はいいいらななよっていうのがこの知識なんですね。ですから、右の解説をご覧になってみて、ここね、恐れがあるって書いてでしょ。これがポイントってこと。だから、ここをしっかりと、ね、あ、これが誤りの歌手だったんだなってことを抽出してください。ね、私よくえぐり出すって言い方しますけど、ね、これが大事なんですよ。誤りの場合。ね。だから、くれぐれもね、漫然とね、解説読んで、あ、なんかこれは間違いなんだろうな、じゃ次の問題って形でやっていくと、いつまでたって でも、知識が定着しません。よしですね。特に誤りの足。ね。誤りの問題の場合には、解説をご覧になって、どこが誤りなのかな。これをぜひね、しっかりとえぐり出す。これを心がけてください。よしですね。で、あと、これ、それだけじゃまだ終わりじゃないんですよ。終わりじゃなくて、そういえば今のね、足で行きますと、最後、このテキスト P いくつってね、ページが上がってるでしょ。このテキストは当然これです。合格基礎テキストを指してます。 で、このテキスト、この該当箇所、開けてください。開けて、その箇所に、さらに印をつけてほしいんですよ。そこまでやってほしいの。ね。そうやると、さっき言ったように、全部、合格基礎テキストに知識を集約できますから。よしですね。ね。こ,こ、で、ここまでやって、初めて、この、今ご覧いただいた、この289番の1個の足の検討が終わったと。 いうふうにね、心得てください。そういうこと。ここまでなきゃダメ。ね、問題読んで、解説ご覧になって、どこが誤りかなってえぐり出して、で、最後はテキストを開けて、該当箇所に印をつける。で、特にこの星のね、3番ぐらいのね、最重要の知識であれば、ほとんどね、大体もうこの講座内で私が皆さんにマークしてもらいますから、大体重なってきます。でも、これね、星2つですね、ぐらいになると、例えばこれあるでしょ ?290 番とか。 星2つぐらいになると結構ねこれ細かい知識も入ってきますんで場合によっては場合によってはこの講義の中で触れてない場合もある,あるんですよですからそういう場合は当然皆さんの方でね印をつけていくマークするとか書き込みをしていくそういう作業はぜひやってくださいそういうこといいですねであとこの今ねこの星2つについても触れましたけどこの星2つについてちょっとね申し上げておきますとこれ実を言うと数がね一番多いんですよ この芦別行政法規の中でね星3つ2つ1つとね3段階に重要度が分かれてるんですけど星2つが、ね、非常に多いで皆さんがね一通り講義を聞きになってねこの後足芦別に着手された時にねあれこの星2つの問題なんか細かい難しい知識多いなってお感じになること当然出てきます。で何でかっていうとこの星2つっていうのはね中にはね限りなく星3つに近いようなそんな基本的知識もあれば。 ね、逆に限りなく星1個に近いようなそういう細かい知識問題も実はこの星2つの中に入れてるんですよで、なんでかというとさっき申し上げたようにね星1個だともう皆さんに基本的にやらなくていいですよって申し上げていますそうするとね、その知識は皆さんね本試験会場まで全く見ないでいく当然その可能性出てくるわけですよでもちょっと細かいけどちょっとね 細かいけど一回は皆さんに見ておいてほしいなそういう知識もやっぱあるんですよでそういう知識を無理くりこの星2つに入れてるそういうことねですから皆さんが星2つやられるとねあれこれ細かいぞって、ね、お感じになるような知識問題結構出てきますけどそういう趣旨で私の方でねあの入れてますんでぜひねこの点もご承知おきくださいいいですねちょこんなところですねでこれが足別のやり方 ねでねさっきもちょっと言いましたけどできるだけ、ね、まずこの講義ですねまずこの講義一通りね9回行政法規聞いて聞,聞いちゃってくださいなるはえですなるはえで特に通信ですねこれ即進の場合通信しかやってませんけど通信の場合それが可能なんですよねこれが例えばレックス水戸橋本校なんかで通学校だとかね例えばやる場合はもう毎週ねこうねあの 決ままってますけけどね1週間待たななきゃいけない次の会まで次の講義まで1週間待たなきゃいけないけどこの即習はもう通信だけなんでもう皆さんのねご都合に合わせてどん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 聞き進められますよねだからなるはえでこの即習はなるはえで全9回聞き終えてほしいんですよ。で聞き終えてから足別に着手してくださいでどういうことかっていうとね皆さんの中にはねこの講義に合わせてこの講義を聞くことに合わせてねあの足別をやっていくって方も時々いらっしゃるんですよ。それよりは まずは一通り9回聞き終えてから足別だけに専念された方が合理的だと私は思ってますでそれを申し上げてるんですよもちろんねあの講義聞きながらって言っても一つの手方だと思うんですけどやっぱりね勉強する時ってねやっぱりまず全体を見渡すっていうのはやっぱ大事なんですよ後ろを見ることによって前の方が分かってくるってこともかなりあるんですね でさらにもうちょっと言うと精神衛生上もねやっぱりまず全9回聞き終えてから足別皆さんねおやりになった方がね精神衛生上もよろしいかなと思います講義に合わせていくとねね結構あの足別の問題結構いっぱいあるわけですよ法律によってはで講義を聞きながらね足別やっていくとなんかまだ進まねえなまだ後ろの講義ねまだ全然聞いてない法律い,い,いくらでもあるようなそういうちょっとこうもやもやっとした感情をねこれねこらえながらね あの講義を聞き、また同時に足別やっていくわけですよ。これは時間かかりますからね。結構時間かけても、まだ後ろのいくつもの法律。まだ講義聞いてないなって。どんな内容出てくるのかな？もやもやっとした感じがね。出てきますよね。これ、やっぱりね。あの精神衛、SO、生上良く,くないですね。やっぱこの試験勉強って。 ね、特に鑑定士の場合ねやっぱりある程度、ね、長期間にわたりますからそういうねストレスってできるだけねあの減らす方向でやった方が私は別だと思ってますんでですからね整理しますけどもなるはやでまずは全9回行政法規の講義を聞くでその後に足別に専念してみてください私はこれを絶対お勧めいたします。でですすねね一応ここんなところです、ね で、あと、一応これが勉強のやり方ですね。で、あとね、ちょっと具体的にこの後、行政法規のね、いろんな中身ちょっとまだね、ちょっとお話をしておきたいと思います。で、えっ、ー、とね、テキストですね。ちょっとテキストの方ですね、こちら。よいしょ。ね。で、これ、この表紙ですね。この表紙めくっていただきますと、ね。こちら。この、端書きっていうのがありますけども、こちらですね。で、私ちょっと下の方にですね、 この最近の担当方式のデータをちょっとね、記録してきたんですよ。こちら。ね。あの、メモする方はね、適宜まあメ,メモなさってください。で、もうすでにね、あの、これ国土交通省のホームページに上がってますんで、もう見たよっていう方は別にね、無理にあのメモなさらなくても構いません。でね、これ、令和元年、2年、3年。ね、3年、これが今年です。今年っていうか、一番ね、あの、最新ですね。これ2021年でしたね。令和3年。 直近3年間の行政法規。これ上が平均です。で、下が鑑定論の平均、ね。で、一番下が合格点。これをね、一応まあこんなね、ちっちゃな表で整理をしてみました。直近3年間です。で、まず行政法規。ね。これ見ていただきますと、令和元年。令和元年。ね。これ平均が54.1でした。低いですよね。それに対して理論が、鑑定理論が なんですよどんだけ差が開いてんのって感じでしょでこの時は合格点が7割の140点だった令和元年ね令和元年でその令和2年その次ですね令和2年行政法規がさらにこれね平均が下がって52.3ですもう限りなく半分に近い点数ですよねで理論理論も若干下がりましたねこれねちょっと難しくなって65.6したがって合格点が132.5点になりました この令和2年でしたねでこれ2.5点ってこれ発数が生じるのこれいいですよね皆さんご存知ですよねあの担当の場合ねこれ1問が2.5点ですからこういうね発数が生じるとそういうことですねで問題こっちです今度最新ね令和3年ね2021年でしたけど行政法規は若干じゃちょっとね優しくなりました分かったでしょでカンティ理論これも若干優しくなったね、69. 6 9 6 でも、とにかく理論は高いですね。もう7割ぐらいが平均点です。当然これ平均だから受かった方、落ちた方全部ひっくるめてですよね。これ量高いでへあのごめんなさい。合格点が140点7割でした。でね。これ合格点だけ見比べると、令和3年と令和元年同じ。でもそれぞれの科目の平均点を見ると、令和3年の方が若干高いでしょ。行政法規にしても鑑定論にしてもでも合格点が。 140でした正直言ってねこの今年まあ今年っていのは令和3年ねもうちょっと上がるかなってちょっとねうちの鑑定士会でもねちょっとねやきむきしたんですよでも蓋を開けてみたら令和元年と同じ140だったでこれはねやっぱり国交省としてはねあのホームページでこれはっきりと歌ってんですよはっきりと明言してんですよ。担当は概ねねね割割割ををあごごめんなさい概ね7割ごめんんななささいい 合格点とととすするってことはっっきりと言ってるんですよ国交省が,国交省がだからやっぱりこれはね崩したくないんですねだからおもちろんおおむね7割だから7割を超えることも当然あり得るわけですよでもさすがに140を超えて合格点とするっていうのはさすがに国交省もね国土交通省もやっぱ相当抵抗があるんじゃないのかなと思います、ね、ですから何が言えるかというとね今後ですよ今後っていうのは当然ね 次の令和4年、2022年、ね、皆さんが受験なさる年ですけど、一応合格点としてはね、140をマックスと見ていて、ね、見ておいて、まず間違いはないだろうと思います。これを超えることは、まずないだろうと思います。いいですね。じゃあ、具体的に、これ、各科目、何点を目標にするのこれですね。最後、一番右側。行政法規はね、やっぱり6割。 これ取ってください。で、理論はね、まあ平均が大体いい7割弱ぐらいでしょ。これやっぱ8割ぐらい取ってください。特に理論なんか取れるんですよ。これは。特にうちの受講生さんたち結構官邸理論高得点取りますから。で、最終的に今申し上げたように7割。ね、140点。これをぜひね、これ4年ですね。令和4年、これね、2022年ですよ。2022 年ですね。これ目標です。目標としてね。これぜひ行政法規は6割をあの死守してください。はっきり申し上げますけど、死守です。絶対これを下回らないようにしてください。どういうことかというと、いわゆる基準点があるんですよ。基準点。基準点の何なのかというと、総合点で合格点に達していても特定の科目で低い点数を取ると落ちちゃうんですよ。これを基準点と言います。 これは別に鑑定士だけじゃなくて他のねいくつかの国家試験でもやっぱねこれは取り入れてますやっぱりねある特定の科目だけできて他の科目できないっていうそういうねあのバランスの悪い人よりもねやっぱり各科目をおしべて取れる人そういう人を受からせたいと思うのは当然ですからねですからこういう基準点特に鑑定士もあるんですよ鑑定士もあるじゃあ基準点って何点だよねこれは特に決まってないです当然あの問題の難易度ってのは毎年ね上下しますからそれに伴って当然基準点もね変わるわけですね ただね、一つだけ、ちょっとね、皆さん覚えておいていただきたいのが、大体ですけどね、だいたい各科目、行政法規にしても、鑑定論にしてもねそ、その年の平均点よりか、だいたい約1問分、だから2.5点ぐらい下を取っちゃうと、大体、この基準点に引っかかって落ちてしまうということが言えようかと思います。ですね。 ですから何点とは違いに言いますけど、言えませんけどね、これ大体いい各科目の平均点の1問下、2.5点ぐらい下取っちゃうと大体いい基準点で落ちてますから。いいですね。ですから、一応ね、まあ、行政法規についてはね、皆さんが受験なさる、あの、令和4年、2022年、いきなりね、あの、平均点が、受験生の平均点が6割に行くってことはまずないですから。そうでしょ。だから、一応ね、目標としても6割。これをね、ぜひ設定して、 これを支守する。そうすれば、まず、ね、行政法規について、基準点で落ちることはまずありえませんから。そういうこと。いいですね。こういう、まあ、基準点もあるよ。で、これはぜひ知っておいてください。ね。特にやっぱ今ね、理論が取りやすいんですよ。実際うちの受講生さんね、あの、データを見てみてもね、結構8割以上取る方も少なくないんですよ。そうすると、中にはね、理論で9割。そうしたら、140取るために、あと行政法規半分で足りちゃうでしょ。 でさっきも言ったように、やっぱそういうね、バランスの悪い人はやっぱりね、やっぱり国交省としても、やっぱ受からせたくないんでしょうね。で、実際、行政法規って、これ、皆さんが鑑定士におなりになった後に使うんですよ。法令調査で、これ、いろんな、やっぱり調べなきゃいけない。だから当然、やっぱり、ある程度の知識は持ってなきゃいけないんですよ。だから、やっぱり国交省はそういうこともね、やっぱりね、あのやっぱり言ってるんでしょうね。基準点をあの導入してるっていうのは、そういう背景があるんでしょうね。いいですね。これね。これは覚えて,てくださいね。 <laughs> よろしいでしょうかねでこういうふうに言うとねじゃあ行政法規もちろん行政法規ですよ鑑定論置いおいてね、うん、じゃあ行政法規とにかくさっきのね足別の1個星1個もうやった方がいいんじゃないのっていうふうに考える方が出てくるこれある意味無理からぬところではあるんだけどその必要はないですないねあのやっぱりね試験って重要なところからやるっていうのが総理なんですよでさっき言ったように ね、最後もし時間が、ね、本番までにもし余,った余るってことないでしょうけどある程度余裕があったらさっきも申し上げたように「星1個やるよ」っていうのはねこれ OK ですでも最初から星1個に手をつけるっていうのは絶対 NG です絶対ダメまずは大事なところから勉強するっていうのがこれが試験勉強のセオリーだからですでねちょっと見てほしいんですけどこの同じページちょっと集まってこんな図もねちょっと書いてきたんですけどこれピラミッドですでこれ知識のピラミッドなんだけど一番上が絵 これが番番重重要要と思ってください。一番重要な知識。で次が B、ね、これが2番目に重要な知識で C これが一番重要度が低い知識と思ってくださいでその時にどっから手をつけますかってことどっから勉強しますかってことで一番ねその独学者に多いのがこれなんですよこれ端っこからやっていく具体的に言うとテキストを1ページ目からベターと読んでいく問題集も1問目からベターと解いていく そういうこと。ね。その形式的な勉強ってこと。これ、独学者に多いです。独学者に多い。で、これやっていくと、ね。もちろん大事なところもある程度やるけども、無駄な勉強もいっぱいやっちゃうでしょ。だから大体この真ん中辺まで来たところで、時間切れで本試験に突入して、玉砕。<laughs> 大体そういう形ですね。落ちちゃう。不合格になる。大体独学者の方はそういう方が多いです。じゃあどこから手付けるんだよ。ここです。上からやっていくんですよ。 だって一番大事なんでしょで徐々に下の重要度が低いところまでこうね手を広げていくってことでたいねこの B ランクの大体ね終わり下,下まで行かなくてだいたいね真ん中ちょっと過ぎぐらいまで来ればね大体もう時間切れで本番に入ってきます本試験突入ですでもこの人は受かるんですよなんでどうしてだって重要なところをしっかり潰してるからですいいですねこれは覚えておいてください これは別に今回の担当のの行政法規に限ってことじゃないです他鑑定量もそうだしもっと言うならば論文試験においてても当然当然はまるんですよ重要なところからやるってことくれぐれも1ページ目からベタッとやるようなそういう形式的な勉強は避けてくださいいいですね重要なところからやるだからさっきも申し上げたようにね足別であればまず星3つ次星2つでさっき言いましたよね星2つ結構細かいのあるよ時間かかるよ ですから、星、水と二つ、しっかりやってみて。これで、大体重要な知識は抑えられるから。ね。で、ただ、またちょっと話が変わるんだけど、ただ、最近ね、あの、さっきもご覧いただきましたけど、行政法規の、ね、これ、問題が非常にね、難しくなってる。もうちょっと言うと、過去問で聞かれていない、そういう、いわゆる初見の問題もね、行政法規、ここ3年ですね、やっぱ増えてるんですよ。増えてる。ね。じゃあ、 別やっても意味ないんじゃないのって思うかもしんないけどそれも違うよってことやっぱり過去問のねこの特に繰り返し聞かれてる知識が今の行政法規の知識のベースになってんですよ。実際焼焼きき直直ししももいいいいっっぱぱ出出ててるのの過去問んで,すよ、ね、でもうちょっと言うと過去問をしっかりやればね過去問をしっかりやればねその初めて見る問題にもね対応できるんですよ。 でど例えば A という法律 A という法律のあるねあの手続きの問題が出たでこれは過去問がない過去問がないでも別の B という法律で同じようなね手続きの、ね、規定があってその過去問があっただから B の方の問題をやっとけばねあれこれ A の方は分かんない初めて見るけど B のところと同じように考えれば解けんじゃないかなってことでやると解けちゃうんですよ これが法律なのどういうことかというと法律ってね別々の法律 A とか B とか別々の法律であってもねだから、ね、A, にか A の法律に関しては知識はなくても、ね、過去問がなくてやってなくても B の方でやってればその知識をもとにして、ね、推論を働かせて A の方の問題も解けることが多いの。 でこれはやっぱり足別を繰り返し繰り返しやることによって身につく応用力なんですよだからねやっぱりこの足別は大事ってこと、ね、さっきも言いましたけど繰り返しいまだにね繰り返し聞かれてる去問のね焼き直し問題もかなり出てるんですよ行政法規ねその一方でもちろん初見のね応用問題も出てるけど今申し上げた通りですとにかく足別を繰り返し繰り返しやることによって応用力も身につきますから是非 足別をねやってみてみくださいですねで回数については特にねあの別になんていうんですかねこうあの、まあ、目標って言いますかね目安っていうか一応ねそうですね側診の場合皆さんね結構まあ勉強期間当然ねあの短くなっちゃいますんで一応足別の行政法規につきましては3回3回をね一応ですよ一応ね一応これを目安にして回すようにしてみてください。回回くらい回すと まあかなり応用力も身につきますから、ね、でもちろん特に3回目に至っては、ね、全部の問題をやる必要はないですやっぱり1回2回やって間違えるそういうね何回やっても間違える問題だけ3回目に三、ね、回目、ね、やれば OK ですから全問ね3回やってくださいそういう意味じゃありませんので、ねまあ、とりあえず一応の目安絶対じゃないですよ絶対じゃないこれ個人差がありますから、ね、一応の目安としては3回ですね これちょっとね頭の片隅に留めておいいください、ね、一応こんなところで。であとこの足別にね乗ってないようないわゆる初見の問題今ね足別を繰り返しやることによって大いよく見つくよと申し上げたんですけどねその一方でやっぱりねやっぱり知識があればねスパッとやっぱり行政法規の問題解けますんでそういうね初見の問題、ね、過去問で繰り返し聞かれてないようなちょっと細かいなってやつはあのこの後担当実践答練とかあるいは 公開模試の方で私意識的に出題しますから、またそちらの方でトレーニングやってみてください。いいですね。ねじゃあそんなことで。いいですね。じゃ、であとそうですね。今ねあの申し上げたんですけど、この担当人選討論ですね。こちらの方でですね、あの今年ですね令和三年の最新の改正点についてもちょこちょこお出しするつもりで言います。改正点ね、もう行政法規なんで毎年ちょこちょこ改正あるんですよ。 ただね最初に結論申し上げますと、まあ、今年って言っちゃいますけど令和3年2021年に関しましてはそんなにね大きな改正はあありりまませせんん各法律ですけどありませんこれがね前年前年っていうのは令和2年2020年だったんですけど土地基本法法という法律があるんですよこれ皆さん行政法規でやるんだけどこれが大改正されたんですよ条文も増えて。 でこの時私も結構作るあの側なんで大変だったんですけど今年に関してはそういうのがないよってことでもちろんちょこちょこ各法律ごとにね細かい改正ありますよでそれもねできるだけこの速習講座なんかで私取り上げますからねそこで押さえていただければ OK なんで、ね、あとさっきも言いましたけどそれ以外のね部分についてはね担当実践討論とかあるいは公開模試でも取り上げるようにするんでだから改正点につきましても全然心配しなくていいですまずこの講座でしっかりね 改正点私ね、まあ、細かいですけどね今回は細かい改正点ばっかりですけども一応ね私の方で皆さんにお示ししますんでそれを押さえてもらって、ね、あとは担当実践あるいは公開模試ねこちらの方でまた私解説講義の中で、ね、皆さんに詳しくご説明いたしますんでだから直近の改正点につきましては全然心配しなくていいですよしですね一応こんなとこで、ね、であと最後ですねずいぶんいろいろしゃべってますけどね、最後ですけどこの行政法規を勉強する時のね、まあ、コツ まあコツって言っていいのかなポイントって言ってるのかなこれで、ね、申し上げておきますと、理解はざっくりでいいです。ね。その代わり暗記は正確に。ね。これをまあ、スローガンにして、ね、行政法規の勉強を進めていってください。理解はざっくりでいいよ。その代わり暗記は正確。これどういうことかというとね、まず正確な理解。これは求められていません。また、実際、ね、物理的に不可能です。 時間的な制約もある。数も多い。特に行政法規って全部で37の法律が一応出題範囲入ってるんですよ。これ全部について、またその中の全部の条文について正確な理解なんかできるわけありません。またその必要もないんですよ。だから理解はね、理解はざっくりでいいです。これで問題解けますから。ね。しかし暗記は正確にやっとかないと。要するに知識は正確でないと問題解けませんから。そういうこと。ね。だから理解はざっくりでいいよ。 その代わり、ね、暗記は正確にね、これをぜひスローガンにして、ね、行政法規の勉強、これから進めていってください。よろしいですね、ずいぶんね、30分ちょっと今ね、いろいろ喋りましたけど、全部大事な内容です。ね、内容の説明に劣らないくらい今大事なことをね、今冒頭で皆さんにお伝えしました。ね、ぜひこの速習講座ですね、このね、これしっかりとお聞きになってください。これで 必ずね、しっかりこの講義聞いていただいて、足別もしっかりやっていただければ必ず担当は合格できますから。ですね。じゃあ中身具体的に入っていきましょう。改めてちょっとね、こちら。ごめんなさい、ちょっと大きかったですね。<laughs> テキストご用意ください。ね、この後合格基礎テキスト、こちらに沿ってね、ずっとね、お話をしてまいりたいと思います。よろしいですね。 でねこれまたちょっと表紙開けて頂い,いてで本書の特徴とはこんなのね後でねお読みになっておかれれば OK ですで目次がありますでちょっと目次めくってってくださいよいしょで目次のこちらですね左側よいしょちょっとお聞きしましょうこちら25番から29番ここですね この5つ。これ全部、いわゆる税法です。所得税法、法人税法、租税特別措置法、相続税法、そして地方税法。税法。5つ、出ます。ね。まあ皆さんの中にはね、宅建とかおやりになってね、なんとなくね、ああ,あいう知識だろうな、ね。内容についてある程度ね、あの、予想がつく方もいらっしゃるかと思いますけど、これね、まあ一般的に言うとね、この税法って聞くだけでね、 なんかこうね、ちょっとこうジーマシンが出るって方も結構いらっしゃるんですよ。でも、これね、ちょっと印つけますよ。まず、25番、一番最初の所得税法ですけども、これは、20丸です。20丸っていうのは、取ってください。またこれは、取れるし、取らなきゃいけない法律なんですよ。またその時やります。所得税法の時。これね、取るんですよ。受験生が。優しいの これ本当にね、過去問の焼き直ししかほとんど出ないところなんですよ。だから、足別をしっかりやってれば取れるし、ね。この名前にね、名前にこれね、あの振り回されて、税法だから難しいだろうな、どうしようかな、手つけようかな、やめようかな、ね。それはやめてくださいってこと。それは避けてくださいってこと。やってみて。本当にね、もう覚えることこだけ覚えたら確実に得点できますから。で、次。今度、法人税法ですね。これも取れます。取れんの。 これもっと言うと、これ法人税法ね。これ条文いっぱいあるんだけど、出る箇所が一箇条だけなんですよ。50条だけなの。法人税法50条だけ。こっからしか出ないの。だから、もう過去問の焼き直してね、もう出るもんで全部過く問の焼き直したんですよ。だから足別さえやってれば取れんの。ね。もうそれぞれ名前だけ聞くだけで、おそらくね、あのね、皆さんこれなんかちょっと、虫塚走るまで行かなくてもなんかね、なんか難しいんだろうなとね、そういう印象を持っちゃうでしょ。 違うの。いいですね。二つも二重丸。で、あと三番目。総税特別措置法。これも一応ですね。最近若干難しい問題出ることもあるけど、一応これも過去問やってれば大体取れる。だからやっぱりこれはね、二重丸。取れるし、取らなきゃいけないってこと。取らなきゃいけないんですよ。三つ。三つ。いいですね。で、次の相続税法。四番目ね。これはね、結構ね、難易度が年によって上下します。 優しい時は優しい。細かくてね、なかなか取れないなって時はあるんですよ。だからその意味ではまあ、普通の丸ですね。一応これもやります。ね。ただあんまり深入りはしません。細かいところは切りますから。いいですね。そういう形で。で、最後、地方税法。これはね、<laughs> これ三角ですね。これ結構細かいです。で、これ地方税法って皆さん聞きますとね、どんな、あれ、イメージあります地方税法。 これね、出るのがね、実を言うと固定資産税だけなんですよ。あの、宅建だと不動産取得税とか出るでしょ出ないの。こっちは。ここは、この、女性放棄の地方税法は固定資産税だけなんですよ。だけど、細かい。細かい。で、もうちょっと具体的に言うと、受験生の正解率。正解率ってわかるでしょ正解した率ですね。が50、50%切っちゃうことが少なくないのがこの地方税法なんですよ。 でね、これもちょっと覚えててほしいんですけどまたねあの担当実践討論の時にもお話しますけどあの各受験生の各問題ごとの正解率っていうのが大事なんですよ大事なの。で50%以上ね50%以上はできるだけ取るようにしてほしいんですよ言い換えると2人に1人が取れる問題これを確実に取るっていうのがやっぱ大事なの。だから逆に言うとこの50%を切っちゃう50%を下回っちゃう2人に1人も取れない問題っていうのは落としても 取れなくても致命傷になりません。絶対ならない。もうこれ全部データで出てるんですよ。いいですね。だからまた担当事前の時にね、またいろいろその辺のね、お話しいたしますけど、とにかくね、担当本試験にあっては正解率。これが大事な基準になってきます。ね、要するに、みんなが取れる問題取ればいいんですよ。で、みんなが取れない問題取れなくてもいいんですよ。まあこれは次の論文式試験の時にも当てはまるんですけどね。また論文はまたその時お話します。ね。とにかく正解率。 で正解していくと、話戻しますけど、地方税法は50%切る問題というのが非常に多い。だから、落としてでもね、落としてでもね、致命傷にはならないよってこと。だから。これとにかくね、平気で細かいね、知識問題出してくるんで、ね、したがって、これ勉強するときはね。またその時、ね、いろいろ詳しくお話しますけども。過去問で繰り返し、聞かれている数少ない知識問題だけ、押さえとけば OK です。 それ以外の問題出たら現場思考で考えて、それで解ければ儲け物。ね。ダメでも致命傷になりませんから。ね。そういう形でやってきます。で、今ね、税法5つ、ちょっとコメントいたしましたけども、こんな形で。ね。だからなんとなく今このね、税法だけ今お話ししたんですけども、この行政法規の勉強の仕方ってなんとなくイメージね、つかめてきましたかね。メリハリです。メリハリ。取るべきところで取る。捨てるべき。ね。もうちょっと言うと、切り捨てるべきところは切り捨てるってこと。 これをやるのもっと言うと、このメリハリをつけないと。で、さっきも言いましたけど、全部で37もあるんですよ。行政法規の対象になっている法律。これ全部ベターとやってるわけはいきませんから。またその必要もないから。ね。だから、この後またね、あの、お話ししますけど、取るべき法律はやる。また、切るべき法律。この後、具体的にお話し,しますけど、それはスパッと切り捨てます。切り捨てるっていうのは、手をつけません。そういうこと。 ね、ちょっと驚かれたらね。結構いらっしゃるかもしれませんけど、そうやってメリハリをつける。これが行政法規の勉強の大事なポイントになってきます。またこの後お話をいたします。じゃちょっとここで一息入れます。はい、それでは第2ユニットに入ってまいります。ではちょっとですね。またこのテキストですけど、ちょっとページをめくっていってください。 右の最後ですね。不動産証券化関連法令この目次ね、これを終えて、ちょっとページめくってみてください。すると今度こちら、出題法令 A 軍編というページですね。で、右が B 軍編。このページがね、出てくると思います。で、ちょっとこちらね、お話をしてまいります。で、まずね、この A 軍、これどういう意味ね。で、また、右の B 軍、これどういう意味ね。これちょっと先にね、あの、ご説明いたしますと、この上に上がってるね、 この横にずらずらと並んでる数字これね出題年度ですねで過去10年間のねこの年度です出題されたねこれ年度なんですけどもこれちょっとテキストのねあのこれ制作ですねこれ本試験との関係でねとりあえずこのね教材ねあの令和2年までになってますけどもこれねまず英軍ですけど英軍っていうのは全部丸そうでしょ丸っていうのは毎年出題されてること。 これが A 群なんですよ。丸っていのは出題されましたってこと。で、毎年、これ丸でしょこういうの、これを A 群っていうふうに一応ね、これ、一括りにして、これ表現してます。簡単に言うと毎年出る法律です。これを A 群って呼んでます。で、その逆が B 群です。ご覧いただきますと、ね、こんな感じで虫食いでしょね、こちらは年によって出たり出なかったりする法律。これを B 群って呼んでます。ですね。で、ちょっと左戻ります。で、ちょっとね、こちら、ここはちょっと大きくしないと。 でで英軍すね,ね上からずらずらっとそのね法律名が上がってますけど都市計画法、ね、これ左側に一応私ねこの赤ペンで数字を書き込みましたけどこれは出題問題数ですす出出題問題問問数都市計画法は毎年5問出るんですよでよこのその下建築基準法これも同じく5問だからこの2つでねすなわちこの時計と検疫で10問で皆さんご存知の通り担当はね 行政法規も官邸論も40問出ますから、40問中の10問ってことで、4分の1がこの時計と研究から出るよ。そういうこと。ですね。で、あと今度上から3段目、土地区画整理法。これちょっとね、あの、ご説明します。これちょっとね、あの、数字が2つ並んでるんですけど、どういうことかというと、土地区画整理法ってね、基本は、基本はね、2問出るんですよ。例年だと2問出んの。ところが、令和3年だけは、ね、1問。 やったよ。そういうことね。これ一問だったんですよ。ですね。通常は例年は2問ですね。で、ちょっとこのその下都市再開発法。これ例これ,れ,これ例年2問です。2問だから従来だとね。この都市、各政令法と都市再開発を共にね。2問2問出てたんですよ。でね、これ実を言うとこの都市再開発法ね。この令和2年は1問だったんですよ。 だからもうちょっと言うと前年です昨年はねこの毎年2問出てる都市再開発法が1問で、ね、で今度今年は令和3年は今度はもう一つの都市各整理法が、ね、例年だと2問出てるのに1問だったってことそういうことだから皆さんが受験なする令和4年2022年はねひょっとしたらまたどちらかがね1問になる可能性はありますけども一応従来はね従来は従来っていうのは要するにこの令和元年までは。 この都市各整法と都市再開発法は毎年2問ずつ出てたよ。ね。ちょっとこれは頭に、片隅に留めておいてください。皆さんが受験なさるときはね、どちらか、またね、どちらか一問になる可能性ね、あるかもしれませんね。あとちょっと下降りてって。あと、不動産の鑑定評価に関する法律。ね。これは例年2問です。ね。またずっと下降りてって。で、下2つ。これバッテンです。バッテンっていうのはやらなくていいよってこと。さっきお話ししたでしょ。メリハリつけますから。切るべきところは切りますから。 それがまず、土地収容法という法律であり、また、不動産投機法、そういうこと。いいですね。これね、やっぱり費用対効果なんですよ。これ一応、やっぱりね、両方とも英軍ってことで、毎年一問は出るんですよ、これ。ね。土地収容法も不動産投機法も。ただ、土地収容法ってこれ、ものすごく範囲が広いんですよ。で、加えて、構造がね、かなり難しいの。だから、費用対効果を考えるとちょっとね、割に合わないんで、やんなくていいよ。ばってんです。あと、不動産投機法もそうです。 ね、これもねあの皆さんの中でねあの宅建とかで不動産投票を勉強した方かなりいらっしゃると思うんですよ。ではっきり申し上げてあの宅建の不当法よりもねこの行政法規の不当法の方がはるかに細かいです難しいです、ね、だからバッテンってことやんなくていいよただねこれ皆さんの中で今申し上げたようにね宅建等で、ね、他の国家試験で不当法を勉強した方結構いら,しいらっしゃると思うんですよ。ですからその時に 勉強した知識はもちろん無理に自分のご自分の頭から消す必要ないですよ。せっかくね、宅建等でね、やったんであれば、その時にね、あの覚えた知識は覚えておいてください。ただ、それにプラスして、新たに行政法規の不等法の知識を仕入れることはしないでくださいってこと。いいですね。改めて行政法規の不登法、ね、覚えないようにしてください。いいですね。これやると 非常にねやっぱり費用対効果っていう点でねあの無駄な勉強になってしまいがちですから不等法もね結構正解率がが切るることが結構あるんですよ、ね、それぐらい細かいの出るわけでそれねそんな細かい知識問題のためにね貴重な時間エネルギーを使うわけいきませんからだからもうスパッと切るってことねと特に皆さんの中で不等法全然やったことがないよって方は手つけないでくださいよしですねそういうこと。 B 群でこれはねさっきも申し上げた通り年によって出たり出なかったりする法律です。でね一応よいしょさっきねもうでにねちょっと <laughs> こちらモニターの方にね映って皆さんご覧になられたかもしれませんけど一応これ私の方で今回令和3年についてはね一応これ追加をいたしました。でこれねちょっとね印つける方ちょっと印つけちゃってくださいちょっともうちょっとちっちゃう方がいいかなこここれ令和3年です。これ B 群なんでね 年によって出たり出なかったりするんですけど、まずね、上から一二三四。一二三四五六七ですかね。この国有財産法までね。都市緑地法から国有財産法まで、丸です。全部出ました。令和三年ね。で、ちょこっと間開けて、今度ここですね。これ河川法等です。これが出てたよ。ね。で、あとこ、あとすぐ一個下。ね。今度自然公園法も出たよ。そういうこと。 でちょっと今度一マス開けてあとはねこちら相続税法から投資信託および投資法人に関する法律、ね、ここまで4つ令和3年出たよそういうことですねこれね一応こんな形で、ね、メモする方はメモなさってみてください、ね、こんな形でですねでちょっとこれねこれプラスまたさらにちょっとね説明を加えてまいりますでちょっとこちら左側大きくしますよ で、上からね、ちょっと法律でまたずらずらっとね、こうやって名前が上がってますけども、この今私がペンで指し示している道路法、河川法等のとこですね。この矢印、これどんな意味かっていうとね、これ一方、道路法が出た時は河川法等がお休みなんですよ。で、河川法等が出た時はね、道路法がお休みだよってことで、これそう、これね、相互に出てる。そういうね、ちょっと変わった、あの、出題形式の法律なんですよ。そういうこと。 だからこれ表見ていただくとね一目瞭然でしょ河川法等が出ると道路法がお休み道路法が出ると河川法等がお休みこういうね変わった出題形式にあるんですよそういう関係にあるんですよでその下もそうです自然公園法と自然環境保全法これもやっぱり一方が出ると他方がお休みで他方が出ると一方がお休みそういうことねここでだからさっきみたいにねこれ令和3年令和3年は河川法等が出たんで道路法がお休みだったそういうことなんですよ あと、こっちもそう。ね。令和3年はこの自然公園法が出たんで、ね。だからもう一つの自然環境保全法はお休みだった。そういうこと。ね。で、一応それね、この表のすぐ下のコメ印も載っけてあるんですけど、実はね、ちょっとこれね、線消しといてください。都市緑地法と景観法はどちらか一方がって上がってますけど、これも実を言うとね、これ一番上の、これ二つなんですよ。これも従来はね、この道路法とかこの自然公園法、ね。だと同じようにね、 どちらかね、一歩が出ると他方お休みっていう関係だったんですよ、従来は。これそうでしょだから、景観法が出ると都市緑地法がお休み。都市緑地法が出ると景観法がお休みだったんですよ。ところが、これ、去年です。去年、令和2年から、さらに今年もそうだったんですけど、同時に出てるんですよ。だからそうだとすると今後ね、令和4年、皆さんが受験なさる令和4年、2022年も同時に出る可能性ありますんで。ですから一応ね、 まあちょっと紛らわしいんで、ちょっとね、これ消しておいてください。こちら、そういうこと。ね、これ従来は、やっぱりね、どちらか一方が出ると、他方お休みだったんですけどね。今、なんかね、やっぱり国交省としては両方ね、やっぱりやっとけようっていう、そういうメッセージなんでしょうかね。これね、一応ね、同時に出ます。おそらくね、令和4年も同時に出る可能性ありますんで、ね。だからどちらも手が抜けないな。そういうことですね。こちら。いいですね。で最後、一番下見てください。 で、これ、下4つです。これ、一括りにして、バッテンつけました。これ、下4つはね、いわゆる、不動産証券化関連法令ってやつなんですよ。4つ。4つ。ね。ただ、これは全部、バッテンです。さっきの左の、土地収容法、不動産、東京と同じく、基本的にやらなくていいです。やっぱ、これも理由は、費用対効果です。もっと言うと、専門性が高いです、これ。結構難しい。ね。だから、やらなくていいよ。ということ。 ですね、もちろんちょろちょろ出てますよこんな感じで、ね。でも基本的にこうねなかなかここまでテーマある方は実際少ないです、ね。だから費用対効果を考えて、ね、これはやらなくていいよ。従いましてこの講座の中ですねこの速修講座の中に、ね、おきましても土地収容法不動産投機法そして不動産証券化関連法令、ね、一応ねこの3つ、ね、3つこのバッテン3つでしょバッテン3つ私これ裏三兄弟と呼んでます裏三兄弟、ね、この裏三兄弟はやりません。 この講,義講座の中で、講義の中でやりません。また皆さんの方に置かれましてもね、基本的に手をつけなくて OK です。たださっきも言いましたけど、不動産東京をね、他の国家試験でやった方はね、その知識は大事になさってください。またこの不,動あの不動産証券化関連法令もそうです。これもね、皆さんの中にすでにお仕事等でね、この各法律のね、まあ、それぞれの、まあ、いろんな予備知識ですね、予備知識もすでに持ってるよって方は、それは大事に持っておいてください。ただ、やっぱりこちらも改めて、ね、行政法儀の 知識をね追加して覚える必要はないよってこと、ね、そういうふうにやってみてくださいよしですね4つねこれ不動産証券化管理法令これ基本的に飛ばしちゃって構いませんよろしいでしょうかね裏3兄弟手付けなくていいですよ従いまして他の法律はしっかりやります,です、ね、こうやってメリハリをつけるんですよやるとことやらないところ、ね、こうやってやす、ね、ちゃんとしっかりと区別してやっていくよそういうことですね じゃあ次このまた進めていきますよ。またちょっとこのページですねめくってみてください。よいしょ。今度参考資料の1っていうのが出てきました。ね、ここ。でこれもちょっと見ときますね。もうちょっとちっちゃうがいいかな。こちら。ですね。でこれ行政法規で頻繁に出てくる言葉のイメージ。イメージです。ですね。で行政法規。 勉強するときはこのイメージをぜひ大事になさってください。ね。さっきもね、お話し,しましたけど、理解はざっくりでいい。その代わり暗記は正確にねって申し上げたでしょ。この理解ざっくり。ね。これざっくりのときこのイメージを使ってほしいんですよ。ね。一個一個のね、知識を正確にね、こう、あの、抑えていこうとすると。ね。い時間がいくらあっても足りませんから。ね。さっき言ったようにね、理解ざっくりでいいよって言ったでしょ。そのときにこのイメージを使ってほしいんですよ。 これ具体的にこの後ね、それぞれの歌詞でお話していきますから。いいですね。だから一個一個の知識、ね、あの、条文の文言通り、ね、あの、正確に一個一個覚えていく必要はなくて、この制度はこうだな。ね、あの制度はああだな。例えばね、この後すぐやっていきますけど、準都市計画区域って、この後すぐやるんですけど、出てきます。で、準都市計画区域って来たら、山のふもとのインターチェンジ、ね、これで覚えてみてほしいんですよ。 これがイメージです。で、これで覚えておくと、他のその純都市計画区域のいろんな知識が結構頭に入るんですよ。そういうこと。ね。で、この時、準都市計画区域ね、これについて難しい説明なんか覚えてたって問題解けないし、すぐ忘れちゃうでしょ。だから、そうじゃなくて、イメージ。イメージを使って、ね、その理解をざっくりとね、していく。そういうこと。いいですね。とにかくイメージです。また具体的にね、それぞれの箇所でお話をしてまいります。で、まず1個目。 これね、これ、頻繁に出てきますよ。ね、これ全部頻繁に出てくる言葉ですからね、それぞれのイメージ。で、まず広告。これ何なのか。ね、広告っていうのはね、これ官報。これ官報は皆さんご存知ですよね。政府の出す新聞です、これ。ね。で、あと新聞。これはね、一般書を指します。あと広報。これご存知ですかね。これ地方公共団体が官報に準じて発行するものなんですよ。これ広報って言います。ね。あるいはインターネット。 ね、今大体どこの地方公共団体もねそれぞれあのホームページ持ってるでしょそこに載っける、ね、そういうような掲載これはやっぱりこあの広告なんですよあと一番古典的なのが最後のこれですね市町村役場の掲示板への掲示これが一番古典的なこの広告ですね,ね今やっぱりねこうやっぱインターネットでねこれも多いですねね本当に私もよくいろいろ調べたりする時各ねあの地方公共団体のねああいうホームページなんか参考にするんですけど やっぱりあ,あいうところに乗っけるのも広告だよあとねこれ漢方に、ねねね、乗,乗っけるとあれ国民は当然知ってるだろうっていうあの意味合いなんですよ漢方に乗せるっていうのはこれはね当然国民はねこれ漢方を見ることができるんだから当然国民知ってるよね,ねそういう意味合いに変わるんですよこれ漢方に乗せるってそういうことそういう意味なんですよ、ね、一応これも広告だよってこといいですね で、次、今度、縦覧です。2番。で、獣欄。これね、まず、最初はね、これ、一般的な意味の縦覧あと、閲覧です。で、ちょっと、一般的な意味の縦覧閲覧って何かというと、縦覧とは、観光庁、ね、簡単に言うと、お役所ね、などが広く情報住民に見せる場合。これが縦覧で、その逆が閲覧です。閲覧とは、利害関係者、ね、住民ですよ。地域住民から、観光庁、役所などに対して、請求をして、情報を見る場合です。 見せろ。ってことですね。見せろ、ね、従覧が役所から住民に見せる。で閲覧は逆にね。ですよ、ね、これで今ご覧いただいたのがこれがね双方とも一般的な意味の従覧と閲覧。でそれに対してこれ地方税法です。さっきお話しましたけどこれですね。さっき目次でね。これ税法5つあって最後5番目。 この地方税法、ね、実際固定資産税しか出ないけど、ね、あの細かい知識が出るんだよって申し上げたでしょこの地方税法でこの地方税法でもね戻りますよこちらこの乱閲覧と言葉が出てくるんですよでもそれはさっき上でご覧いただいた一般的な意味の「縦乱閲覧」とは違うんですよこれは。でコミュニティのヨシノコで上記の一般的な縦乱閲覧」とは別に地方税法における縦乱閲覧があるよ でどういうことかというと地方税法における縦乱とは納税者に土地家屋価格と縦乱帳簿を見せてこれね事故の土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額と比較させることによって事故の土地や家屋の評価額が適正かどうかこれを確認させるためのものなんですよ。であと閲覧これは納税者に固定資産税 えー、固定資産課税台帳ですねごめんなさい固定資産課税台帳を見せてでそ,こに掲載されそこに記載された事故のみです自分だけの土地家屋の課税内容を確認させるものということで、ね、明らかにさっきの上の、ね、一般的な意味の従来閲覧と違うでしょ。でさらにもうちょっと言うとこの地方税法における従来閲覧も、ね、これ閲覧は自分の部分だけだよ事故のみのだよ。 それに対して従乱の方は他の人のねもう見ることができるよそういうことですよね簡単に言うとねそういう違いがあるよってことでだからこれ法律用語ってね基本的にはねこれ基本的にはねあの法律またがっても基本的には同じ意味のはずなんだけど場合によっては法律によってね同じ法律概念であっても法律用語であっても意味合いが変わる場合があるんですよそれがまさにこれですね地方税法におけるこの従乱閲覧の意味ですねこれね。 同じ閲覧閲覧ではあるけど意味合いが違うよ。こ、ね、これちょこっと気をつけてておいてください、ね、こちらで次この3番目これもねちょっとお聞きしますねこちらはねいいですねでこれ丸三ですこれねぜひしっかりとこれ頭に入れてほしいんですよこれ非常に重要な内容ですね。いいですね。まず許可認可承認そして届け出。 カッコ1、カッコ2、カッコ3、カッコ4。まあ、4つね、縦にずらずらと当てね、今読み上げましたけど、一番下のコメ印ご覧ください。ここ。カッコ1。これ許可ね。これが一番規制が厳しいよ。これは、もうたった今覚えてください。たった今レベルです。明日覚えよう、1週間後覚えようと。そういうレベルじゃない。たった今覚えて。これ許可って一番厳しいんですよ。で、ちょっと続きますよ。で、カッコ2、カッコ3。ね。認可と承認。これがまあ、規制のレベルとした中間だよ。で、最後、カッコ4。届けて。 これが一番規制が緩いよ。だから、今、こうね、米印で乗っけてるのは何に乗っけてるかというと、規制のレベルを言ってるんですよ。許可が一番厳しい。届け出が一番緩い。認可と承認が中間だよってこと。で、今申し上げたように、この許可。これ一番厳しい。これたった今覚えてほしいんですよ。で、どういうことかというと、許可っていうのは原則禁止してるんですよ。原則禁止してるのを例外的にやっていいよって、ね、その禁止を解く。 解いてあげる。これを許可って言ってるんですよ。いいですね。具体例としてこれです。車の免許とか、医師免許とか、ね。共に免許、免許って言葉でね、これ一般的に使ってるけど、法律上は許可なんですよ。法律上は許可ってこと。どういうことかというと、車の免許持たない人は、車の運転しちゃダメでしょだから原則禁止ですよ。で、これを例外的にやっていいよって解いてくれる。この禁止を解いてくれる。だから、この免許は許可だよ。そういうこと。 こっちもそうです。医師免許もそうね。この医師免許持ってない人は治療行為やっちゃダメでしょね。だから原則禁止なんですよ。原則禁止。治療行為、原則禁止でも例外的にやっていいよね。そうやって禁賞を解いてくれるのが医師免許でしょ。だから、やっぱりこれも許可だよ。ってこといいですね。で、あとね、2番目3番目、この認可と承認ですね。これ一応見ていただくとともに原則オッケーなんですよ。ただ、このオッケーの対象が違うんですね。この認可の方は法律行為に対する同意です。 これが認可。それに対して事実行為に対する同意。これが承認こってことでね。まあ、いわゆる、まあ、物の本には書いてあるんですよ。専門書にはね。だけど、まだこれ、皆さんね、民法を勉強してない方がね、これ民法でやるんですよ。法律行為とか事実行為とか。民法を勉強してない方にね、法律行為ですよ。事実行為ですよ。対象が違うんですよって言ってもね、皆さんおそらくね、もうわかり、わかりませんよ。だから、これはあんまり気にしなくてもいいです。気にしなくていい。だから、一応ね、共に認可も承認も、こちら、さっきの上の、 許可と違って原則禁止じゃなくて、こちらは原則 OK だよ。ね、ただそれに対して、お墨付きを与える、ね。お墨付きを与える。同意を与える。でそんなイメージで、一応、規制のレベル,レベルも中間というイメージで、これは頭入れとけばいいです、ね。認可と承認。いいですね。で、最後、届け出。これはもう監督官庁への通知ですね。も,うもっと簡単に言うと、あの、婚姻届とかイメージしてみてください。婚姻届。ね。あれ、書類書いて出すだけでしょ。ね。一番規制が緩い。そういうことですね。 で、次。で、今度、丸4です。これもね、ぜひ覚えちゃってください。これもまたね、それぞれの法律でね、また、あの、お話しいたしますけど、勧告と命令。勧告と命令。これ結構、いろんな法律でも出てくるんですよ。で、両者全然違いますから。まず、上の勧告がね、ここに上がってますけど、法的強制力なしです。従いまして、ね、違反しても罰則はないよ。だから、その意味では、強い要望というイメージで、このね、勧告って言葉を 一応ね頭入れといてくださいで逆に命令命令これは法的強制力ありですしたがって違反した場合には罰則の適用があるよそういうことねこの命令はもうすでにねもうこの言葉のなんかこう響きですね響き命令ってなんかすごくねなんか物々しいですよねだからこれ覚えるのは全然難しくないと思うんですよ問題こっちです韓国こっちはね韓国は法的強制力ないし違反しても罰則ないよこれね頭入れといてください したがって、例えば、避難勧告って言った場合は、法的強制力がない。だから、罰則もないよ。ね、避難命令。ね、こちらは、法的強制力があるよ。だから、違反した場合、罰則だよ。ね、これで、頭入れといてください。あと、一番下。まあ、これはね、ちょっと一回目通せばいいですね。政令指定都市とか、中核市とか。これ、人口の違いですよね。これ、知っている方も結構いらっしゃると思います。政令指定都市。具体的にどんな場所か、ね。これ、ネットで調べると、ワンサが出てきますから。 でもそんなの,あの試験で問われませんのでちょっと名前とあとちょっと人口は違うんだな、ね、これだけ一回頭通しておけばいいです人口50万以上政令して都市ねでこれは人口が多いでしょうだからこれ都道府県から広範囲な事務以上を受けるってことでもうちょっと言うとこれ都道府県レベルの権限持ってるんですよね政令して都市ってねこれねであと中核市これ20万以上ねで事務以上受ける範囲は政令して都市よりもちょっと狭いよっていうことでねこれ人口が違うんだなってちょっと頭入れといてください であとちょっと右のページご覧ください。こちらが参考資料の2ですね。こちら。でこれね、まだ分かんなくていいですよ。ちょっとね、この丸のとこ見てほしいんですけど、土地区画整理法、都市再開発法、で、あとマンションの建て替え等の円滑化に関する法律ってことで、3つの法律名がこうやって並べて載ってるでしょ。3つ。3つ。で、これね、 で、さらに下の図もそうなんですよ。この三つの法律の手続きの流れを、これ、比較した図なんですよ。で、さらに今度下行きますよ。同じページね。今度次の丸で、丸のとこ見てほしいんですけど、やっぱりこの同じくこの三つの法律、ね、の、これ、手続きなんですけど、これ、組合施工っていうね、手続きがあるんですよ。この三つの法律に共通の手続きなんですけど、組合を作って、組合を作って、ね、それぞれのね、この事業を行っていく。 ね、その場合の比較をやっぱりこの表でまとめてるんですよ。一番左側が都市核競り法ね真ん中が都市再開発法で一番右側がマンションの建て替え等の円滑化に関する法律ってことでまたねその時に詳しくやりますけどもねでちょっと上戻りますよ。ねしたがってこの参考資料2のところはねこれ3つとも都市核競り法都市再開発法 マンンションのの建て替え等円滑化に関する法律これ3つの法律をねとにかく比較してのっけてんだけどなんでこれ比較してのっけてるかっていうと3つとも共通の特徴があるんですよそれがこれです手続き法なんですよこれ手続き法って言いますまたそ,その時それぞれの時やります手続きだからね手続きの流れが大事なんですよ だからこうやって図を作って比較してるわけ。いいですね。またそれぞれの時にお話します。これ。手続き法って言います。三法とも、三つとも手続き法です。いいですね。で、これやっぱりね、内容が結構ね、結構範囲が広いんですよ。手続き、手続きに関してはそれぞれの法律でね、いろいろ結構こと細かく定めてるんで。だから結構勉強する上で時間かかります、これ。 それでね、それで、ちょっとね、このテキスト前の方の目次に戻ってほしいんですよ。一番最初、目次の。3ページですね。この目次の。この3ページ、ちょっと見ていただきたいんですけど。で、ここ見ていただくとね、まず最初、この後ね、入ってきますけど、都市計画法。で、2番目が建築基準法。で、その次です。こっから3番目、4番目、そして5番目。今、皆さんにご覧いただいた手続き法が続くんですよ。 土地拡散法。都市再開発法。マンションの建て替え等の円滑化に関する法律。今お話したように、3つとも手続き法でしょね。時間食います。で、さっきもご覧いただいたように、都市計画法から5問出てます。で、建築基準法からも5問出てる。当然この2つ時間かかります。もう最重要の法律も、と言っても過言じゃありませんから。で、それに加えて、その3番目、4番目、5番目がまたこれがね、 手続き法ってことで内容がこと細かくてやっぱ時間かかるんですよ。ね。がって、この1番目の都市計画法から5番目のね、マンションの建て替え等の円滑化に関する法律まで。ここまでで、だいたい例年、このね、行政法規の講義なんですけど、全体のうちの半分ちょっとぐらいまで時間かけます。これ例年そうです。ね。一応そういうことでご承知をお聞きください。 いいですね、一応全9回、ね、この即死は全9回ですけどしたがって、まあ、4回からまあ5回目ぐらいまでだいたいそれぐらいまでかかります、まあ、か,かかっちゃうんですよかなり範囲もあるしボリュームありますから5つです5つです、ね、一応その点ご承知お聞きくださいでもこの5番目まで終わっちゃうとこの円滑化法まで終わっちゃうと6番目の都市6地法以降ですねそんなにねあの掘り下げて、ね、あの抑えるべき法律はほとんどありませんから だから結構軽快に進んでいきますんで全然心配はなさらなくて大丈夫です。ですね。ただ最初の5つね。最初の5つはしっかりと皆さんの方に置かれましても心して勉強なさってください。この5つはね、撫でるような勉強じゃダメなんですよ。ダメなの。ある程度こう突っ込んである程度踏み込んで勉強しないとあの知識もものにならないし問題も解けないんですよ。そういうこと。だちょっと厄介。 厄介でもそれ以外の法律はねその都市緑地法以降の他の法律は本当撫でるような勉強でも取れちゃう法律が結構出てきますからだからそういうところで、ね、時間短縮できますから皆さんの方におかれましてもちょっとその辺ねまた頭の片隅にね、ちょっと留めといてくださいよろで,ですかね一応そんな形ですじゃあですね今ねまたいろいろお話しましたけどこの後ねあの10分間の休憩挟みましてそれ終わったと。いよいよ 中身都市計画をですね入ってきますんでねじゃあこのあと10分間お休みください。